さあ今回は、ちょっとね一風変わった場所に来させていただいてまして、ニューヨークからお届けしてますね。そうですね、もうあのコロナも明けましたので、はい、明けてね、あの海外の方からお送りしておりますというのは嘘で、ですね、自由が丘にあるジャーナルスタンダードファニチャー自由が丘店からあのお送りしているわけですけども、ですね、なんと、まあ、僕たちがこの座っているソファーがね、洗ってみたいと。汚れそうだね。いやもう手垢もつきそうです、うん、ね、ちょっと杉内さん、はい、急にごめんなさい、どうぞ。あ、私が、はい、座っていただいて。お願いします。はい、はい、あのこのソファーの、あの説明ちょっとさせていただければ。あ、かしこまりました、はい、まずあのこちらのソファーの名前がボルト、呼んでるな、呼んでるちょっと呼んでるな、ドキドキ緊張してて。あ、なるほどなるほど、失礼しました、はい、ボルトソファーでございます。ボルトソファー、あ、ボルト、ポですね、大変失礼しました。ポルト、ポルトソファー、はい、ソファーでございます、はいはいはい、オフランスですね、ポルト、はい、198,000円。はい、198,000円で。そうなんですね。これもしかして寝ちゃえたりとかできるってことですか。なんですよ。え、嘘でしょ。寝ちゃいます。ベイベッドっていうベッドですよね、はい、形なんですけど、ほら、ここの背面のクッションをなるほどどかしていただくと奥行きがかなり出るので寝れるよ。はー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 、枕として最高じゃん。最高のやつですね。最高やん、これ離れられへんで、これそうですね、もうちょっとこう人のお店に来てこういう撮影するの初めてなんですけど。あ、そうなんですね、はい、軽くちょっとちょっと 寝てみる。どうぞどうぞ。最高や、やばい、気持ちいい、これ気持ちいいですよね。これは気持ちいい。あの身長何センチぐらいまでいけそうですか。私175ぐらいなんですけど。じゃあの幅が160センチにはなってるんですけれども、ちょっとこう体を曲げる状態でしたら、うんうん、確かに170センチの方でも奥行きがあるので。なるほど。僕一番ね、ソファーで一番気になるのが、はい、このへたれっていうの、はい、へこみどうですか。これあのクッションがボリューム入ってるので、うん、通常使っててへたりっていうとこ気になってきたら、ちょっとこう空気を入れるようにしていただければ復活しますので、こ、うん、のようなメンテナンスしていただければ、うん、なるほど。ずっとゴロゴロしてても新作なんですね。はい、新作です。まさかこれも外れる。外れます。え、ちょっと外しちゃおうか。どういうこと。外せるの。外せます。そうなんです。まさかの外せる。よいしょっと、よいしょっと、おお、え、どういうこと。どういうことですか。これがあの本体のフレームになっていて、はい、これがクッションなんですけれども、ほう、ちょっとデザイン性でこうだんだんと。なるほど。これ広がるとかじゃなくてね。そうなんですよ。なるほど、うん、これはじゃあここはマットなんだ、でこっちはクッションなんだ、はい、なるほど。これが売れたんですわ。じゃあでこの、 あのソファー、まあ、めちゃくちゃいいんですけど、やっぱ汚れやすいですよね、白だと。そうなんですよね、ね、白だとでそれが、まあ、カバーが外せて洗えるんですよ。はい、洗えちゃう。フルカバーリング仕様になっていて、はい、画面先ほど見ていただいたこちらの背面のクッションもそうなんですけど、はい、フレームのカバーも全て外せて、外せる、うん、チャックがちゃんとここについてますよ、はい、ここですね。これから外せるようになってますね。やっぱ洗う日にはクッションは洗う日で多いかな、うん、そうですね。これ寝ちゃったらね、ここに皮脂やら、はいはい、じゃあ今回はですね、一回ちょっと、まあ、そういった、お客様からですね、どうやって洗えばいいのというお声が多いみたいなので、これちょっと洗濯ブラザーズとしては一回実践してみましょうというので、今日はあのお邪魔しているのはこれを洗ってみようという回でございますので、やってみましょう。やってみましょう。さあ実際にポルトでしたっけ。はい、ポルト、ポルトです。ポルトソファーの
カバーをこれはなんか使用したやつっていうことで、あ、2つあったんだ、2つ、まあ、はい、1個でいいかとりあえずね、はい、はい、ちょっと洗い方というか、うん、まあ、実際にこう気をつけるはいはいはい、ところだけちょっと言って、そうですね、もうあとはおせじさんにやってもらおうか、あ、やってもらおうよ、うん、じゃあまず、はい、これクッションカバー一番洗うときに気をつけたいのは、うん、寸法を縮ましたくないんで、なるほど、まずは洗う前に測っときましょう、はい、ほう、何センチか測る、測りましょう、はい、出てきました、はい、これは販売している、あ、販売しておりません、おりません、ね、91、はい、横幅、これあれじゃないですか、でも測ったとてじゃないですか、いやいや、測っとかないと元の寸法に戻さないといけないですから、ね、洗った後にね、はいはいはい、すいません、これ実際洗ったことあります？ないです。あ、今までないですか？はい、ございません。じゃあもう今後はですね、はい、今日のことを踏まえて、はい、お客様からですね、どうやって洗えばいいのと聞かれたら答えれるように、はい、なっていただきたいなというのが、わかりました、はい、91、これが洗う前の寸法です、はい、でこれ素材は何ですか？素材はコットン、コットンね、はい、はい、で、まず素材はね、ここに書いてます、コットンなんですけど、洗濯方法っていうのがちゃんとこうやって書いてあるので、洗濯表示を見てください、メイドインベトナムです、関係あれ洗濯方法関係ない、取り扱い表示、はい、手洗いバツ、あら、乾燥機バツ、はい、塩素バツ、はい、アイロン OK、はい、ドライクリーニングオンリーです、なるほどね、そしたらこれということは、こういうことはメーカー、はい、ね、あの作り手側のサイズとしては、うん、もう手洗いで洗ってもダメだし、うん、ドライクリーニング、クリーニング屋さんにお願いしないとダメですよって言ってます。その理由は縮み、これはあのソファーカバーだけじゃないですから、はい、あの他の方法でも同じ方法でデリケートな、要は水洗いバツのやつを洗う洗い方ですね、はい、じゃあ、はい、行きましょう、はいはい、じゃあまず、水を用意していただきました、はい、リッターでいうと20リッターぐらいですかね、はい、ちょうどこの寸法が入るぐらいの大きさの、はい、そこにまず洗剤を入れていきたい。洗剤は皆さんあの家庭用のやつはどういうので、普通のデイリーコットンなんで、まあ、デイリー用で大丈夫です、はい、はい、で、洗剤をまず入れるんですけど、はい、入れたらよく混ぜてください、はい、よく混ぜる、はい、これがポイント1です。ポイント1、はい、だいたい20リッターなんで 20cc ぐらい、 20cc ぐらい、はい、1対1で、はい、あ、いい香りがしてきましたね、そしてすごい一応こうしときましょうか、今回あのうちのねリブレの洗剤持ってきてますから、じゃあ、はい、これで、せいじさん混ぜてください、はい、しっかりと、はい、お、結構色が白く、お、すげえな、もうね気にせずガンガン混ぜていきましょう、ガンガン、あ、もうじゃ結構しっかり混ぜる感じで、はい、ここで混ぜてないと、はい、こう水が先にね繊維に入っちゃうと縮みやすくなっちゃう、そうなんですよ、そうなんですね、しっかり混ぜましょう、縮ませないためにはもうこれがマストです、はい、はい、洗濯でいつも、ね、これ知らなかったでしょ、やってます、え、知らなかったです、やってないですよね、はい、やりがちなの、水があって、はい、でこれ入れて、はい、洗剤入れてみたいなやりがちじゃないですか、もうその方法です、ですよね、はい、それが違かったんですよ、だ結果縮んじゃってたかもしれないですね、ゆりさんがやってたら絶対縮んでると思います、でしょ、全然違うんですよ、もういいでしょ、はいはい、はい、じゃあ、これを入れていくんですけど、うん、あのまあ洗う時間とかお湯とか使った方が汚れ落ちはいいんですけど、はい、あのまず洗う前に汚れがあるかチェックしてください、はい、で汚れがあるところにありますか、パッと見て、パッと見て、うん、そんな
あ、でもここの黒ずみ汚れが気になります。黒ずみ汚れますね。はい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 、はい、という時には、はい、出てくるんですけど、はい、これ水入れたスプレー容器なんですよ、はい、そこに洗剤を入れます。はい、ちょろっとちょろっと、だいたいまああの水と洗剤を1対1ぐらいの割合で入れてもらいます。はい、でごめんなさい、ここにその汚れてる部分に、はい、僕やりましょうか。はい、絶対俺につくパターン大事です。はい、入れましたね。はいはい、 OK です。あ、いいですね。はい、でここで今洗濯ブラシっていうのがあればいいんですけど、はい、ないのでなんか、はい、家から持ってきたやつ。え、使ってないよねこれ。はい、大丈夫です。じゃあこれを、はい、こうやって叩いてください。あ、叩いて、はい、見えます？これね、本当は洗濯ブラシっていうのがあれば、はい、一番いいんでしょう。あ、まあ、なければご家庭のであるもので歯ブラシで代用できます。はい、どうですか、見えます？黒ずみ、いや、見えなくなってきました。取れましたよね。はい、え、でもこんな簡単、簡単、簡単に、簡単、叩くだけで取れちゃうんですね。こうなんか緑の糸が入ってる。糸が入って、それ取れないでしょ。それは糸だな。これはそれは取れないと思います。これは糸ですね。糸だね。はい、はい、ということで、うん、目に見えた汚れはこうやってケアしていただくと、すれ汚れみたいなものですね。この角とかはすれやすいんで、はい、そういうのを先に事前に、うん、この辺もちょっと黒ずんでます、ね、ありがちなのがね、そのソファーでピザ食ってたりするとやっちゃうじゃないですか。やっちゃった時にすぐやらないとダメです、これは。そうですね。はい、はい、っていう感じで、まずその前処理をしました、はい、で前処理をして、10分ぐらいちょっと置いといた状態にして、はい、でそこからもう漬け込んでいきます。どうなる、ここからは私やっていきましょうか。はい、お願いします。はい、関口さん、じゃあここで結構水に触れると繊維って弱くなっちゃうんですよ。そうなんですね、水に触れると生地が弱くなっちゃうんで、結構生地自体は帆布でしっかりした生地なんですけど、はい、あんま縮ましたくないじゃないですか、はい、なんでこうできるだけその回転とか洗濯機で回転させるとかは NG ですね、うん、こうやってもう押し洗いです。優しく、はい、そもそもこうドライクリーニングオンリーになってるんで、はい、これを洗濯機とかで洗っちゃうと、はい、もうめちゃくちゃ縮んだりとか、うん、形変わっちゃうんですね。なので、はい、絶対的に手洗いがおすすめですね。そう、脱水で一気にキューンって縮んじゃう可能性があるんで、水吸っただけでもキューンって縮むものもあるんですけど、はい、やっぱり脱水のポイントがすごく重要なので、はい、水をこう吸わせた後、大体まあ3分ぐらいで全然いいです。そんなに、はい、もう短めで全然いいです。短く短く、で汚れをこうやって押して汚れを落とすって感じです。こうやって押し出すみたいな、押し出す感じです、はい、でこれをですね、はい、もうできるだけあんま動かしたくないんで、これが形がこうなってで、ちょっと畳んで、はい、ここである程度水切りたいんですね。できるだけちっちゃく畳んでもらって、くる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 ってこう、うん、こんな感じでちっちゃく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 して、はい、今日は洗濯ネットなんてお持ちですか？あ、持っております。持ってないです。洗濯ネットなかったらヘアゴムでもいいです。あ、ヘアゴムでも。はい。なんか紐でもいいです。わかりました、はい、もう紐をぐるんぐるん巻いて、はい、あとは洗濯機で脱水を1分だけやる感じです。あ、来ましたね。あ、はい、あ、この状態でこれでもう動かないですからね。確かにガチッとホールド、ガチッとホールドしてます、はい、で要は水に濡れたらこう縮ませないためにはもう脱水をできるだけまあ少なくして水分をちょっと残しつつ脱水してあげる。ですすぎ洗い、今度きれいなお水にして、はい、また同じように脱水、こういう形で1分やってもらうんですね、うん、
なんか思ってたより簡単じゃないですか。はい、すごい工程が簡単なので、ね、はい、お家でも簡単にできそうだなって思いました。ね、あとこれぐらいのサイズあれば2つ一緒に洗っちゃえるんで、今回ちょっとね、あの1枚だけでしたけど、はい、2枚一発でいけますし、それはいいですね。で10分で終わるんですよ。うん、10分で終わるっていうのはすごい手軽で嬉しいです。だから、まあ、これちょっとねクリーニング出さなくても、はい、あの自宅でこのようにすると縮ませずにケアできるというのが、はい、やってみてください。はい、ですね、ジャーナルスタンダードさん、ファーニチャーさんで、5月の26日から、リブレのポップアップが、12店舗12店舗で一斉にスタートします。約1ヶ月ぐらいですかね。はい、うん、1ヶ月ぐらい展開させていただくので、まあ気になる方はぜひ、ジャーナルスタンダードファニチャーのインスタグラムのアカウントってあるんでしたっけ。はい、ございます。どんなやつでしたっけ。アカウントの、はい、名は JS アンダーバーファニチャー、はい、JS アンダーバーファニチャーの方で、はい、まあ告知もさせていただきます。うん、そして6月の3日4日ですね、うん、土日で、うん、我々洗濯ブラザーズがですね、はいはい、この4号でした、ごめんなさい、4号、6月の4号、うん、こちらの自由が丘店でですね、自由が丘なんだね、はい、無料のサンプリングイベント、うん、あとは、まあ、洗濯のお悩みをいろいろ聞かせていただいて、うん、一発解決していこうというイベントを土日でやりますので、ぜひお越しください。はい、十ヶ丘店にぜひお越しください。はい、洗い終わりました。はい、じゃあこの後ちょっとね、うんうん、僕ちょっと見慣れない商品があるんで。何ですか。これを石鹸に。石鹸。石鹸に。石鹸でした。石鹸にね。はい。石鹸って言われたことありますよね、絶対ね。石ちゃんはあるけど石鹸は。石鹸はない。初めてです。初めて。どちらも。どちらも初めて。じゃあ石鹸にこれちょっと使い方教えてもらおうかなと。これ何ですか。これはこちらがテキスタイルプロテクターダブルプラスっていう商品名のものなんですけど、ファブリックにかけていただくと、うん、汚れ読んでんな、あいやいやいいっすよいいっすよいいっすよ、 いいっすよ即バレもうすぐバレちゃいますね汚れをつきにくくしてくれる、あ最高っすね。撥水剤だね、はい、結局はそうですね。なるほど。でも撥水剤ってその体に被害とかね、健康にその室内で使ったら良くないじゃないですか。うん、スプレーとか、はい、これ大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。なるほど。はい。いいっすね、じゃあこれ。そう、呼吸器系とかをやられない撥水スプレーっていうのを濡れてる時でもいいですし、乾いてる時でもいいってことですよね。はい。濡れてる時の方がいいのかな。じゃあ汚れづらくなるんだ、うん、撥水かかって。そうだから、なんかこぼしてもパーンと、ああそうですね、弾いてくれるんで、うん、はい、こちらもぜひおすすめです。うん、じゃあこのようにですね、自宅で10分で簡単に洗えますので、皆さんもぜひお家でケアしてみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。挑戦類から一言、横浜から世界へ飛び出す洗濯ブラザーズ。コーヒー油のシミ、L 首汚れから心の汚れまで、あらゆる汚れを根こそぎ消し去る洗濯ブラザーズ。俺らずっと笑っていた。